どうした可愛くにゃんにゃん更衣室行きますか現場で何してんのいやこの日本の景気が本当に良くないんですよ日本全体があの景気が良くなくてもみんなが笑顔でいれば必ずいいことあるので大丈夫ですそこで落ち込んではいけないです肉まんってこんなに美味しいんだっていう肉まんの良さを知れたっていう肉まんの良さを知れたっていうオチ何だドッグランで大型犬に襲われた。はい、私はクイです。すごい、本当にガチで行くんですか。あんなもんダウンタウンでなくするんじゃないの。ある日、そのドッグランに行くのが私すごい趣味なんですけど、そのある日初めて行くドッグランでなんかすごいワクワクしてドッグランに行ったんですね、で私は小型犬を飼ってるんですけれども、そこに入って、すぐ目に留まったのがすごい大きいゴールデンレトリバーちゃんがいらっしゃったんですね、そのゴールデンレトリバーちゃんが私をなんかすごいロックオンしたのか、めっちゃ私めがけて走ってきたんですね、で、立って、こうガバってこう、ガバって私のところに覆いかぶさってきたんですね、あ、すごい気に入られたと思って、でもめっちゃ重いなって、もうここら辺まで顔があるぐらい大きくて、あ、気に入ってくれたのありがとうとか言ってたら、その飼い主さんがちょっと心配されて、ちょ、ダメよあんたって言って怒って、そのワンちゃんもシューンとして、わかった、やめるよみたいな感じで下がった時に、手が私のこうジャージをいつも着てるんですけど、ズボンに引っかかってベローンって、パンツ一丁になっちゃったんですね、そうで、しかも まだ100歩譲って、おパンツが丸見えになったのはまあ良しとして、その日、履いていたパンツが5枚で300円の激安パンツで、ピンクだかグレーだか分かんないぐらいの、もうなんかもうちょっと廃れた感じの、おパンツをちょっと履いてたので、なんかこんなパンツで来た自分が悔しいと思って、まあちょっとみんな周りも見て見ぬふりをしてたので、何くそって思って、履いて、でしばらく経って油断してたら、また目がキランとしてこっちに向かって走ってきたんですね、またこうガバッと追いかぶってきて、これはって思った時にはもう遅くって、またズボンをベローンって脱がれちゃって、また脱がされちゃったんですよ。でもう、2回目だから、もう見られるの慣れてきたんですけど、で、あ、はいはいって言って、もう私もズボンまた履いて、あ、全然大丈夫ですよって言って、で、まさか次はないだろうなと思って、飼い主さんもちょっと気にしちゃって、もう本当端と端みたいなところまで連れてったので、もうさすがにないやと思って安心してこう遊ばせてたら、またキラーンって何かが偶然感じてめっちゃ走ってきて、で、私その時こう後ろを向いてたんですよ、そのワンちゃんからして、で、なんか視線感じると思って振り向いた時にはもう遅くて、またこう来てて、なんで遅いやろ気づけるやろ、後ろからベローンってされちゃったんですね、で、次はちょっとバックショットをこう見られてしまったんですけど、なので、私がこれからドッグランに行くときは、その安いパンツじゃなくて、ティーバッグかひもパンツっていう勝負パンツを履いていこうと思ったというお話でした。そうですね、以上です。ずっとなんかその横ばいで長いだけ求めないな、わかるよね、3回目行った時もこれ無限に行くんちゃうもしかしてね、確かに12回目ぐらいめっちゃおもろなってくるからさ私なりにエピソードとか考えたりとかしてきたんですけど、やっぱりこう話すと違うんだなとか、ドッグランの話を披露させていただいたんですけど、最後なんかあるってこう聞いてくださったじゃないですか、あの時に手あげればよかったなっていうエピソードが一個あって、あげろ、ちょっと聞いてもらってもいいですか。いいよ、じゃあ今これだったらいけたかもしれない。オッケーオッケーオッケー。
タイトルはバイト先でモテすぎた話、うん、まあ、本当になんかちょっと小さめな普通 の, あの居酒屋さん、焼き丼とかやってるんですけど、そこでバルバイト始めて、そしたらなんか私がいると絶対にも予約しないと入れないぐらい全部満席になって、私がバイトに入らないとそんなことないんですよ。もう本当に一組来ればいいぐらいのバイト先で、口コミサイトとかにもなんか看板娘さんがいらっしゃるようですごく賑やかでしたみたいな書かれてるぐらい、なんかそう、あの居酒屋のバイトでもモテてたんですね。で、私がその居酒屋を辞めたら閉店しちゃったっていう。潰れた。辞めた後にお店が潰れてしまった。そう、結構武勇伝だと思ってるんですけど。めちゃくちゃ似てるじゃん。こっちの方が良かったですかね。私そっちの方が全然いい。本当に全然良かった。本当ですか？もう1個目の話マジでないよあれは。レア先輩は。チャンネル登録よろしくね。続いて話してくれる人のテーマはこちらです。挟まれまくるんです。あら、おーおーおー、ほんまなんか恋の唐沢みたいになってきた。これだあれ、これだあれ、はい、私森島兄です。はいはい、森島さん、どういった話なんですかこれは。まず一番最初に挟まれたのは証言の感じ。ニーニーのグループの YouTube 撮影をしているときに終わって、うん、あのみんなで4人で帰るときに、うん、あのメンバーのトウミちゃんが先に入って、はいはい、開けるボタンを押して待ってるところを間違えて閉めるボタンを押しちゃったんですよ、うんうんうん、で閉めるボタンを押して私が入ろうと、こう入ろうとしたところで一回挟まれて、うん、で一回挟まれて、うん、で挟まれるとあの自動で開くじゃないですか、うんうん、でもまだあの子押し続けるんですよ。あ、閉まるをね、はい、うんうんうん、でまた挟まれて、うん、2回挟まれたじゃないですか、うん、2回挟まれてね、うんうん、で次に挟まれたのが次大阪にライブで遠征に行った時にドアが閉まりますって言わないで閉まるやつだったんですよ。あ、まあまあそういうのはまあ普通あるよね。そうなんですよ、ね、うん、で私その時にコーヒーを持ってて、うん、白い服を着てて、うんうん、で挟まれて、あら、うん、でこぼしちゃった、こぼしちゃった、うん、で次に次に挟まれたのは、あのメンバーと一緒に撮影に行った時にあのカラオケボックスに行ったんですけど、そこも古いエレベーターで、あのサイオンを持ってた時にあの挟まれて、あのこぼしちゃったんですよ。あら、うん、挟まれちゃって次に地下鉄、うんうんうん、で、なんか音がしないで、うんうん、閉じたら、うん、で、うん、痛かった。痛かったね。痛くて、うん、ほんで痛くないようにしようと思いました、うんうん、あ、ここまでだね。ここまでか。もうあと何回やったら、もう俺ずっと笑ってたからね。あ、電車で終わっちゃうんだっていう寂しさはあったけど、もう次もあるのかもしれない。落ちなんかどうでもよかったから次にいいって言われる時点で俺も笑う気まんまやから。もうちょい増やしてくれてもよかったな。逆に本当はもっとあったんやな、うん、はい、うん、あったんやな。でもそこで終わっとこうと思っちゃったんやな、はい、そうです。まだ臨機応変に、うん、あのできるように頑張ろうと。あ、わかりました。で、今の話って何やったなぁ。何がエピソードトークか今の。挟まれる。俺回数だけが気になった。本当に事前に練習してても何だろう、臨機応変ができなくて臨機応変ができなくて大丈夫、どんどん乗り越えていこう、うん、私だって別に滑ってる滑ってるって、それがキャラになってきてるから勝手に、うん、うん、あのキャラクターになるよ。わかりました、うん、大丈夫、はい、一緒に滑っていこう。一緒に滑ります。暗いな。ゼロイチ TV チャンネル登録よろしく。続いて話してくれる人のテーマはこちらです。ホワイトニングで、おー、はい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 。これは、うん、はい、やっ
ミサヤちゃんです。うんうんうん、これ一番なんかぽいよね、なんかちょっとなんかハプニングっぽい感じがしますよね、題名から。タイトル的にはね、はい。私この間ホワイトニングに行ったんですよ、うん、でそのホワイトニング1回15分ぐらいで、うん、で それを3回セットやりますって先生に言われて、うん、でなんか結構痛い人もいるからリタイアする人もいるんで、うん、痛かったら手挙げてくださいみたいな、ね、はい、言われてて、で私3回目のラストの序盤ぐらいでめちゃくちゃ痛くなってきて、あら、で1回目やったんやな、はい、1、2回は普通に、で2回目もやった、2回目もやって、3回目もやって、ちゃんと順応って言ってほしいねんな。まあまあまあいいですけど、まあ、まあそんなことじゃないってことなんですからね。あ、横着しないでほしいよね。1回目やってどうだったのか、2回目やってどうだったのか、3回目やってどうだったのかは知りたい。癖になっちゃってね。で3回目で痛くなってみたい。3回目の最初ぐらいでめっちゃ痛くなってきて、手上げたんですよね、うん、こう機械とかやられてるんで喋れないんで手上げたんですけど、全然気づいてもらわなくて、でも痛いんでこうずっと手上げてたんです。でもそれでも気づいてもらえなくて、だんだん時が経てば経つほど、なんかこうもし気づいてもらえた時に、なんでこの子こう気づいてもらえないのに手上げてんのやろって思われるのが恥ずかしくなってきて、それでちょっとスッと下ろしたんですよ。いろんな感情は、ね、はい、なんか恥ずかしいなって思ってきてスッと下ろして、でも下ろしたのはいいんです、やっぱ手上げてたんで、こう布をかぶせてもらってて、ブランケット、うん、そこがペロンってなってるなって思ったんですよ。で、もしこうピピピって終わった時に先生が来て、この子なんでこうペロンってなってんやろうって思った時に、ね、そう、まあ、手上げたけど気づいてもらわれへんって、下ろしたからペロンってなってんやって思われるのめちゃくちゃ嫌やなと思って、それでもう綺麗にピッて直して、でもこっちもなりそうやからこうピピって直して最初の位置に戻ったんですよ。で、その直後ぐらいにピピピってなって、で、こう先生来てくれて、終わりましたよ、大丈夫ですかって言われて、痛くなかったですかって言われたんで、あ、はい、大丈夫ですって言ったんですけど、その後痛み止めもらってその場で飲みました。歯真っ白になりました。歯真っ白になりました。歯は真っ白になりました。姫野さん、今の話どうでした？いや、でも白くなって痛みを我慢できてすごい良かったなって思いました。全く同じ意見。皆さんすいません、大前提、エピソードトーク知ってます？エピソードトーク何の話したっけ？あったホワイトニングに。あいやでもさ、ちょっと惜しいんだよね。話自体めっちゃ面白いのさ、はい、最後にさ、なんか薬止めをのもらったみたいな感じで終わっちゃったじゃん、はい、だからなんかレア考えたの、レア自分でね、面白くしちゃったんだけど、先輩が面白く話してくれたよ。面白いんだけど、はい、なんか痛くなかったですかって聞かれたじゃん、うん、だからいや全然大丈夫でした、はい、で薬もらったでしょ、なんか全然大丈夫でしたって言ったら、あ、じゃあもう一回行きましょうかって言って、もう一回やらされましたみたいな方がめっちゃ面白かったかもしれない。もう一回かる、ホワイトニングもう一回、痛かったんでしょ3回目で、はい、そう、もう一回やらされましたって言ったら面白くない、あれ面白くないか、多少話を盛るというか、あ、そう、盛ったら、盛ったらよかったってこと。盛れたらよかった、ついてこれたら逆に。スタッフさんが私の顔を見て、何のことみたいな。やばいやばいやばい。どうぞ。お願いします。おめでとうございます。ありがとうございます。姫のひなのちゃんです。お願いします。お願いします。どうでした、初収録は。まずすごい不安で緊張だったんですけど、こうやってあの森田さんに選んでいただくこともできてよかったなって思います。いいね、初収録ね、なんか、はい、頭よ、良いよな。いや、確かになんか分かってるよね、すごい、うん、本当ですか、分かんない、頭の回転がいいよねっていう、うん、私絶対できないもん、あれ、うん、あ、でもあの先輩方がいたおかげで、あのこのポジティブもあの見ていただけたので、うん、よかったです。おめでとうございます。ありがとうございます。とても良かったと思う。ありがとうございます。初収録して、はい、多分まあね、テレビも関西で載るし、あと TVer でもね、みんなが見れるようになるから、うん、はい、どう、なんか地元の友達とか、そう、ね、反応してくれそう？あ、でも初めてのテレビだったので、多分その TVer とかも見てる子とか多くて、うん、妹とかも TVer 結構ずっと見てるので、はい、
TVer は妹から紹介されたんですよ。あ、そうなんだ。はい、なので結構地元で見てる子もいるので、みんな反応してくれるんじゃないかなって思います。いいね、はい、いいな、早く見てほしいです。いいね、はい、楽しいな。なんか話聞いてるだけでさ、なんか幸せな気持ちになってくるのか、うん、なんか私だけなんか、うん、ありますよね、それ、うん、だからなんか笑顔は伝染するんだね、うん、なんかほっこりするもん、うん、はい、これからもゼロイチ TV、 たくさんのゼロイチの子が続々と出てくると思うので、皆さんの推しの新キャラとかね、探してみてください。はい、あのみんなをこれからポジティブにできるように頑張るので、ぜひ悩んだりしてる人がいたら私のことを見て元気を出してくれたらいいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。